新型コロナウイルスの影響で営業を休止していた東京練馬区の遊園地としまえんなどが今日から営業を再開しました。こちらの施設、およそ3週間の休止期間を経て今日営業再開しました。ジェットコースターが出発していきます。としまえんでは再開にあたり来園者に検温をして遊具の消毒を定期的に行い、ジェットコースターは一列おきに座るといった対策を取っています。子供がやっぱりどうしても退屈そうなんで連れて行きたいなと思ってますよね。乗り物を結構乗りたい、楽しい一日にしたい。お化け屋敷など密閉した空間の施設は引き続き休止だということです。また横浜市の八景島シーパラダイスも来場者に対してサーモグラフィーカメラで検温するなどの対策をして今日から一部のアトラクションを再開しました。水族館はあさってから再開する予定だということです。